レスリング競技フリースタイル57キログラム級女子金メダリスト河井梨紗子選手です。それでは河井選手から二大会連続で金メダルを獲得し位置を上げた感想をお願いします。はい、えー、今朝、えー、まあ昨日試合して今朝起きてメダルを見て改めてあの重たいなと。 本当に金メダル取れてよかったなと思いましたそうですね、あの本当うん、自分もっていうよりも、その沙織さんだったり、香織さんっていうのは、もう、どれだけ私が追いかけても追いつくものではないと思ってて、なので、自分があの人たちのようにっていうよりも、追いかけたいので、なんか、なんこういう厚かましいっていうんですかね、なんか、申し訳なくなるんです。 でまあ、私は私らしくやっていきたいなただ、偉大な先輩方と同じ時代にレスリングできていたことは本当に私にとって大きな財産なのであのこれをまたさらに私より下の世代につなげていけたらいいなと思っています、はい、あの重さも、まあ、あのもちろん重量感もすごいですし表彰式でこのメダルをもらった時にリオからの5年を思い返して。 本当にいろんなことがあったなと、まあ、その結果が今日この日につながってよかったなっていう重みとなんかそうですねこの5年間のいろんなことが詰まってる重みだなと思いました何か特に思い出された場面ですとかっていうのはありましたか 特にこれっていうのはないんですけど毎年毎年、まあ、世界選手権だったりとか妹のゆか子と一緒に東京オリンピックに出るっていう目標を掲げながらやってきてたので本当毎年、なんか毎年苦しくて毎年、うん、大変な思いをしてやっとここまで来たなっていう思いです。あの作戦ってていうののはなくてただ本当自分の スタイル、レスリングのスタイルを6分間貫き通そうという気持ちで挑んで、でするとあの相手のクラチ選手も本当にあの絶対に勝つっていう気持ちを組んだ瞬間、感じ取れるくらい力も圧もあって私ももちろん負けたくなかったので本当、気持ちのぶつかり合いというか本当6分間それを感じて,てあて。 初めて戦った選手ではあるんですけど本当にあの決勝戦の相手として本当にあの強くて素晴らしい選手と試合できたなって思います無観客ではあったんですけど近くに友香子がいるっていうのを確認して、まあ、ちゃんと友香子も見てるよっていう合図だったかなと思ったので私もうなずいてしっかりやってくるっていうふうに、はい、思ってました。 はいあのー、地元の方々には本当にいつも温かいご支援いただいてもう帰るたびに本当にあここの出身で良かったなと思うくらい本当にいい方たちばかりに溢れているのでまあ、そういった皆さんにいい報告ができて本当に嬉しく思います応援ありがとうございましたはいあのー、もちろんワッフルも持ってきて食べてであのー、出身の小学校の子たちからの寄せ書きの 国旗かな、うん、をもらいただいたりとかあの、本当、直接は見てもらえなかったんですけど、そういった形で本当にたくさんの応援が届いたので、もう、ありがたいの一言ですね、はい、はい、あの、そうですね国内予選、オリンピックの国内予選、一旦もうやめてしまおうかと思った時に、 そうですね声をかけ、声をかけてくれたっていうか幸、まあ、田さんはレスリングをしてるわけじゃないのでな、うん、なんかなんて言うんかてううだろう私もなんかそのやめようと思ってるっていう何て言うんだろうポロッと言っちゃってそれをただ幸田さんは音楽の世界の人で、まあ、その幸田さんの立場からの考えを言ってくださってなんかそれがすごいなんか。 音楽とレスリングって全く別物だと思うんですけどそれがすごいしっくりくる言葉があってなんかもう一回やってみようかなって思わせてくれたのが、まあ、家族ももちろんですけど家族と幸田さんと、まあ、その他身近な人たちだったので本当に幸田さんのおかげでここまで来れてるっていうのは本当間違いなくて曲にも励まされてますし本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 そうですねあのコロナが広まってオリンピックが延期って決まった時には本当にこのままでオリンピック開催できるんだろうかだったり自分が1年先まで頑張り続けられているんだろうかっていう不安があったりしたんですけど、まあ、そのたびに、まあ、私一人だとそのまま落ち込んだままだったかもしれないんですけどそれをゆか子が まあ励ましてくれたりとか頑張ってる姿を見せてくれて自然と自分もやらなきゃっていう思うような環境,環境というか状況だったので本当に友香子がいてくれたからこここままで持っっててられたなと思ってます今は本当この年になってもう本気でオリンピック目指そうと思ってやっているとレスリングの面白さっていうのは本当最後の1秒まで勝敗がひっくり返ったりだとか そういった部分に魅力を感じるんですけど小さい時はまはオリンピックを目指してたわけでもなくただひたすらあの小さな大会でも負けたくない勝ちたいっていう思いでやってたのでただた、だその小さなことの積み重ねがだんだん大きな夢に膨らんでいったりとか広がっていくと思うので、ま。あ レスリングに限らずスポーツだったりとかもいろんなことでそれは言えると思うんですけどそのきっかけの1つがレスリングだと本当嬉しいなと思っていてでそのきっかけが私のテレビを見た私の試合をしているのをテレビで見たからだったり私が吉田沙保里さんや一伊調馨さんのアテネオリンピックの試合を見て私もいつかはって思ったようにそう思ってくれる子どもたちが今いてくれると本当嬉しいなと思いますあと一言で魅力を。 ん魅力、そうですねあの、やればやるほど奥が深く、いつまでたっても分かり、レスリングって一生分かんないなって思いながらやってるんで、なので、余計に知りたくなる、そういうのが魅力なのかなと思います。